キスタンでは混雑するラホールの市場で行われたこのフラッシュモブが話題です。洋服ブランドの広告でした。こう言っています。女性はやりたい通りにするべきと。広告はソーシャルメディアで議論を巻き起こしました。女性が力を獲得することについて、女性にもっと力を、力を持てば女性は自分がやりたいことが何でもできる、女性がやるべきだとあなたが思うことじゃなくて、激怒している人もいました。ここがパキスタン・イスラム共和国であることをお忘れなく、こんなことを広めるべきではない、これはイスラム教に反してる、バカ者め、自分の好きなことをするために宗教や文化の価値観を壊す必要はない。腹を立てたのは保守層だけではありませんでした。じゃあただ洋服を売るために男性の視線に向けて踊ることがフェミニズム？自分に何ができるのか人に言われる必要はない。特にどうやるべきか指図はご無用。これは女性の地位向上なんかじゃない、女の子の搾取だ。作家のマリアム・マジットさんです。女性が力を獲得することと、人力車の引き手や店の主人を観客に市場の真ん中で踊り出すこととは何の関係もありません。もし女性に力を与えたければ、自分の息子を扱うように娘を扱うことから始めたらいいんです。反発が高まったため、ダンサーの一人は Facebook のアカウントを閉鎖しました。誹謗中傷の書き込みが相次いだからです。現在洋服ブランドは広告とキャンペーン全体を取りやめました。会社側はこう発表しました。観客は踊りを楽しんだけれど、出演女性たちがネットいじめに遭い、安全が脅かされたと。